いやー、ようできたハイボールですね。すっきりスマート爽快軽快、めちゃくちゃ味があってうまいっていうことじゃなくてね、非常にねニュートラルですわ。邪魔しないですよね。スイスイ行ってしまう、なんていうのかな、いい意味無個性ですわ。はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾長でーす。塾長部、塾長部、お酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回はこの銘柄の登場ですね。もはや国民の酒、国民酒として言っても過言ではないぐらい有名な、特にハイボールで有名なウイスキー銘柄ですね。日華ウイスキーが作るこの銘柄の登場です。ブラック日華クリア、ブラック日華クリア。日華ウイスキーが作るラインナップの中でも一番価格がお安くですね、たくさんの多くの人に飲まれる、召し上がられる酒、ウイスキーが苦手でもね手に取られることが多いこのブラック日華クリアの登場になります。このブラック日華クリアのね、歴史というのはですね、古くてですね、1956年です。1956年にブラック日華、その時はね、特級表示、いわゆる酒税法の級別制度、特級2級とか1級とか、そういう級別制度の中のですね、特級としてね、登場したのがね、1956年。そこからブラック日華って始まったんですね。少しね、日華ウイスキーの歴史を振り返りますとですね、創業者はマッサンこと竹鶴正隆ですね。竹鶴正隆、1934年に北海道余市のエリアでね、大日本果汁という会社を作りまして、並行に余市蒸留所をね、建設プラス稼働させた1934年ですね。その6年後の1940年についに第1号の日華ウイスキー、そして日華ブランデー、これはねリンゴブランデーですね、アップルブランデーになるんですけど、それが登場した、ウイスキー、日華ウイスキーが登場したのが1940年っていうことなんですね。そして時代は過ぎていきまして、1952年には大日本果汁という会社は日華ウイスキーという社名に変えまして、そして1956年に日華ウイスキーのですね、第2弾となるウイスキーと思われますブラック日華特級が登場したっていうことなんですね。並行にね、マルビン日記2級だったかな、マルビン日記っていうね、ウイスキーも1956年に登場してんですけど、このブラック日華の前身は1956年に登場。時代がさらに過ぎて、このラベルにも書かれてるんですけど、1965年にですね、このブラック日華クリアのですね、まさしく原型に近いような形になったのが1965年にですね、ブラック日華プラスこのデザインがですね、いわゆる日華ウイスキーのトレードマークであります、ヒゲのおじさんですね、キングオブブレンダーズということで、ブレンダーの王、いわゆるスコットランドで伝説のブレンダーでありました WP ローリーさんですね、そちらのモチーフ、肖像画が出てきて、ブラック日華っていうのはこのヒゲのおじさんなんだよっていうことをね、位置づかせた、ポジションされたのがね、1965年なんですね。そしてその後ですね、やはりウイスキーのね、飲み手のね、思考が変わったりとか、若い人たちが出てきたっていうことでですね、1997年に大きく酒質を変えることになるんですね。まさしく今のブラック日華クリアに近い酒質になったと言っても過言ではないんですけど、それがね、1997年で、まずアルコール度数です。
アルコール度数がね、その時までのブラック日課のね、ものは 42% だったんですけど、それを 5% 減らして 37%。37% のね、アルコール度数にしたっていうことと、プラスアルファですね、ウイスキーでよく登場するスモーキーフレーバーを出すピート、ピーテッドモルト、およびピーテッドグレーンって言った方がいいのかな。そのね、ピートのね、原種をね、一切使ってない、ノンピート、ピートのスモーキーな香りがなくなるっていうことで、非常にね、癖がなく、クリアにすっきり、爽快に飲める、ほのかな甘みを残しつつですね、そしてアルコール度数が減ったので飲みやすい、ブラックニッカクリアブレンド、ブラックニッカクリアブレンドっていうのが1997年にね、登場したんですけど、それがまさしくね、この趣旨にほぼ近いというふうに思っていただいてよろしいですね。最終的にはね、2011年にですね、名前をね、今のブラックニッカクリア、ブラックニッカクリアというふうに変えましてですね、主質はそこまで変わってないみたいなんですけど、現在に至るっていうことなんですね。ピートを使ってないということもありますので、非常に軽快で爽快で飲める、プラス癖がないっていうことで、ウイスキーのビギナーの方にもですね、飲みやすい、プラスウイスキーでちょっと敷居が高いお酒だなと思ってた人もですね、非常に癖なく飲めるということで、門戸が広がった酒っていう風にね、言えますよね。まあ逆を言えばですね、ウイスキー通、ウイスキー愛飲家、私みたいなお酒の変態でありますね、お酒の熟長とかにはね、いい意味少し物足りないっていうのはね、事実だと思います。ただ価格もね、安いですし、飲みやすい、あとは飲食店とかね、居酒屋の方々も扱いやすいっていう酒でね、非常に認知度が高くて、まさしく国民の酒っていう風に言えるんじゃないでしょうかね。すっきりスマート軽快っていうのは間違いないと思うんですけど、その味わいをですね、確認していきましょう。ニッカウイスキーって言ったら、この肖像がですね、キングオブブレンダーズ、WP ローリーさんですね。外観色は一般的なウイスキー色、ゴールド、アンバー、琥珀、美しいイメージですね。アルコール度数 37% になります。ハイボールで有名なこのブラックニッカクリアですが、お酒の熟成はいろんな飲み方で試していくっていうのがね、一つのポリシーでございます。まずはこの銘柄のストレート、そのままですね、そのままストレートの方から失礼いたします。香りはいかがでしょうか。ほとんどね、感じなくてニュートラルですね。ニュートラル、スマート、シンプル、ニュートラル。若干ね、アルコールの感じと甘いね、穀物の感じが、イメージがするというね、非常に穏やかでニュートラル、アルコール感がひょってくるような、そんなファーストインプレッションですね。では、ストレートを口に含んでいきましょう。ほのかな甘みありますね。心地よい甘みで、まろやかに、なだやかに入ってきます。そしてアルコール感もね、そんなにビシバシはつらつっていうことよりもですね、やはり 37% っていうのが効いてるのかな、柔らかくのったり流れてきますね。そしてお腹の中がポッカポッカぬくもっていくというような、いや、もっとビシバシ来てね、アルコール感豊か、はつらつかなと思ったんですけど、まあ、意外にって言ったら怒られますけどね、まろやかに飲めますね。まろやかに飲める。そして、まったりと癖のないような感じ。これは、やはりね、穏やかなんですけど、どことなくかすかな甘い水。甘い砂糖水みたいなね、そういうシュガーウォーター、
シュガーウォーターの感覚がありますね。うん、ただ非常に穏やか、スマート、シンプルという表現がふさわしいですね。では口の中に含んでいきましょう。いやー、すごい水用ですわ。水用にさっと流れてきますね。非常にね、優しくなだやかにスマートシンプルに流れてくる。そしてアルコール感も適度に感じてくるっていうことですけど、この飲み方ね、飲みやすいんですけど、このお酒の熟長、お酒の変態の熟長からするとストレートの方がね、よりまったりとしてなんかね、納得できるものがあったかなと思いますね。ね、ドライでキレがあります。非常にシャープでドライでキレがあるね、味わいに変わりましたね。ほのかな甘みもあるんですけど、やはりハードボイルド、ハードボイルドですね。非常にシャープ、コクがあるというよりもシャープでキレがあってね、ブワッてくる感じです。そしてアルコール感のね、豊かさもブワッてくる。うん、さすがこのロック、甘みがね、抑えられる。用できたハイボールですね。すっきりスマート爽快軽快、めちゃくちゃ味があってうまいっていうことじゃなくてね、非常にねニュートラルですわ。邪魔しないですよね、スイスイ行ってしまう。なんていうのかな、いい意味無個性ですわ。個性はともう当然ながら多少はあるんですけど、無個性に近い。ただ酒を飲んでるのは間違いない、酒を飲んでるのは間違いない。いや、これは食事の邪魔もせえんね、これね。まさしく、食中酒。食中酒を狙ったコンセプト、プラスアルファ、ウイスキーを召し上がらない方々、いわゆるビギナーの方々を取り寄せよう、門戸を開こうというような飲み方には、うってつけのハイボールですね、これはね。まあ、素直に言うと、そんなにね、期待してなかったっていうのは、本音なんですけど、改めていただくとですね、なんか別光飴のようなですね、そういうね、穀物、物と甘い別光飴的な感じがひょって出てきてですね、そしてですね、すっきり爽快に飲み込める、飲み飽きないですわ、これは。いやー。では、今夜は、国民酒。国民酒の一つであります、日課ウイスキーが作る、ブラック日課クリア。ブラック日課クリアで、乾杯。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。熟成プ熟成プ熟成プ、お酒